はい、しげちゃんです。今日も始まりましたビットコインニュースということでね、美味しいものも食べながらね、ニュースを見ていきましょう。今日の美味しいものは、ごぼうとレンコンのサラダと、旨辛ラー油の豚バラチャーハン丼、麦茶、&R1。合計964円でございます。さあ食べていきましょう。あ、ビットコイン、今日は9月20日ビットコイン506万円ですね。ちょっと下がってきました。9月はね、下がってくるんでね、まあ下がったら狙い目ですけどね、その買えますチャンスです。9月はね、まあ、450万円のところ前後じゃないですか、買っていいところは。ここまではね、なんとか耐え忍んでいきましょう。はい、じゃん、ごぼうサラダです。うん、ごぼうサラダうまい。チャーハン、チャーシュー丼。うん、今日のニュースは何かあるの？みんな。頑張って。行こうぜ。最近アトムが注目されてますね。アトム、皆さん持ってますか？アトム、シンプソンズの予言ではアトムが持ってると億万長者になれるらしいですね。
さあ、七瀬さん、ビットコイン価格は4万7000ドルに下落。 CME のギャップ埋めか。どんどん下がってほしいですね。4万ドルまで下がってほしいですね。4万ドル。銀行のサービスでもアメリカではビットコインを買えるらしいですね。だからアメリカの富裕層が、おじいちゃんおばあちゃんの富裕層がですね、どんどん入ってくる可能性がありますね。こいつ、9月は最後のチャンスですからね。
で、今年も1000万円を超えちゃいますから、下手したら1億円いくかもしれないですね。最近ドラクエは面白いですね。モンスターが仲間になるっていうね、素晴らしい仕様が出てきましたから。R1 飲みました。サラダ食べました。豚バラチャーハン食べました。これから日本がインフレになりますから、貯金持ってると損するんですよね。だから貯金を持ってると損するから、何か買わないといけないでしょ。じゃあビットコインか S&P500 とかゴールド、これが、この3つが安全ですから、安全なものに投資しないといけませんね。もう答えを言っちゃったんですけど、この通りにやればいいですね。皆さんも投資頑張ってください。ではさよなら、さよなら。